中学のプログラムやっていきたいと思います。茂木浩作です。よろしくお願いします。
美しい表現だと思って作ったとしても、それはだから東京で習ったらそうかもしれないけど、関西に行ったら全然通用しないみたいな感じは絶対あるわけですよ。そしたら相手の出す推論できる力があるやつが勝つわけですよ、ね、でじゃ あのそれをしてどうしたいのという話なんですけど、最終的にはですね、表現と推論を組み合わせて何が、ね、できたら一番いいかというと、コミュニケーション取れたやつが勝つわけですよ。だあの自分の能力として、例えば俺は100点のテスト100点取れないやつだとしても、すごい知識のあるやつと仲良くなるとそいつ勝つじゃないですか。例えば超頭いいやつがいて、でそいつ仲のいいやつで仲良くしてるうちに自然と頭良くなるみたいなことがあるで、じゃあ仲良くできるってどういうことかって言ったら、コミュニケーション取れるやつですね。でなんでコミュニケーション取れるかって言ったら、推論、相手の立場を推論して、で表現できて、で相手が喜ぶことを与えられてるから別のものを返ってくる。じゃあこの3つがいるだろうかって話はもう大体落ち着いてきてるんですけど、まあ、なかなか授業ってどうやったらそういうことできるのかよく分かんないんです。俺もよく分かんないです。よく分かんないので、よく分かんないメールを書いて、よく分かんないプログラムをやってる、こういう状況です。で、まあみんなもよく分かんないと思うんですけど、まあそんなことを僕はですね、根本的にやりたいわけです。で、まあ、多分みんなもこれ別に気象学はね、僕はネタにしますけど、これ僕も専門だから気象学のネタにはしますけど、何らか表現する体験とか、なんか推論を組み立てる体験とか、コミュニケーションする体験をトレーニングしといたら、まあ何かの役に立つと思うんです。だからせっかく3時間とか4時間使えますんで、だからまあ単位はね、最初も言いましたけど、もう保証されてるわけじゃないですか。出てレポート出したら100点なんです。だから合ってるか間違ってるか俺チェックしないって言ってんです。白紙で出したって言うんです。でも3時間出てね、白紙でレポート出したら自分の人生3時間でちょっと虚しいから、多分一生懸命やるんですよ。まあ今までのキャッカクス見てるとそうなんですけど、点数昔つけてたんですけど、点数つけてた頃はできる子もいたしできない子もいたんです。去年から出せば100点だよって言ったら、クオリティがガンってなったんですよ。これ不思議な話なんですけど、まあ間違ってる人もいます、間違ってる人もいますけど、勝手に書いていいよ。自分が思ったことを書けたんです。で、せっかく3時間使ったんだから、無駄にしたくないと思ったら、クオリティ上がるんですよ。だから、まあ今日はね、そういう前提でちょっと話をしていきたい。で、あいにくですね、テンポがあまりよろしくないようなので、まあ、降るかどうか結局わかりませんけど、まあ、雨の中、ね、こんなの持ってみんなで歩くのが嫌なので、ちょっと今日は第2回目のプログラムの方をやりたいな。で、それ、テキストダウンロードできてます。今朝送ったんで、送り直したんですけど、まだ見てないで聞きますけど、ダウンロードできてね、今できますか？大丈夫ですか？なんとかなりません。大丈夫。なんとかならねえって言います。今からどこか電波の入るところにダウンロードしていきたいと思います。言う？どうします？電波が入らない。じゃあこっちと席変わりましょう。こっちと席変わります。はい。まあなんとかしてください。じゃあ急がない。という感じでですね、まあ、来週やることはですね、芸術家の前と屋上行って、気温と気圧と風とかちょっと実際に測ってみて、どんなもんかやってみようぜっていう、大したことじゃないです。大したことじゃないけど、全員書くこと違うんです。全員書くこと違うんです。自分が感じたことしか書けないんです。正解があるわけですね。で、今日の話もそうなんですけど、今日のはですね、比較的まあ、例えば、今日やりたいことは、ここに書き方系の天気図っていうのがあります。天気図って見たことないけど、見たことあるけどよくわかんねえんですよ。なんだこれは。書き終わると、書いてみると、ああ、なるほどね。言葉でどうこうじゃなくて、書いてみれば、ああ、なるほど、そういうことという感じになるんですよ。まあ、それが今日やりたいことです。で、まあ、これを作って、作ってみると、まあなんかいろいろ感じることがあるみたいな。
もうよくわかんないな、難しいな。でもこれをやったことを誰かに2人以上に伝えようと思ったら、こういうふうに伝えないと自分以上に相手はわかんないからな。そしたらじゃあこう表現したらいいね、ということです。今日レポートしてほしいと。だからレポートはですね、それぞれ勝手に決めていいんですけど、これを書いた今日、まあね、大学で何かやったわざわざ、何時間も使ってやったことを誰に伝えたいか、これ決めてください。誰でもいいです。親でもいいし、兄弟でもいいし、後輩でもいいし、将来自分の教えるであろう小学生くらいの人を誰でもいいし、地域で言えば自分の地元の人をターゲットにしたいですね。誰に、自分ができるだけ具体的に思い浮かぶ人を決めてください。できるだけ2人以上の人に伝えるように想定してください。で、その想定の上でこのレポートを書いてほしい。そうすると全員違うじゃないですか、なかなか。わかります、表現違いますね、言葉遣い違いますね。で、あの火曜日の練習は関西の人が多かったので、あのこのレポートが関西弁だったりするんですけど、あの別に方言でもいいですよ。書き言葉はあれですけど、別に自由でもないし。で、何書いてもいいんですか。まあ、一応お題はありますけど、お題に対してどういう表現するかは自由です。ほんでですね、まあ、あの今こいつ来てるの知ってますかね。知ってるっていう人、まあ、どの辺にいるか知ってる。どの辺にいます。どこまでですか。今九州から四国あたりに、で明日あたり来るんじゃないかって感じですね。まあ、この話はですね、あの一応テキストの中ではおまけっぽく書いてますけど、一応ね、今日今すぐやってます。一応やります。で、ね、これ早速なんですけど、ちょっとね、簡単な練習してみましょう。表現、何なんですか。ちょっと、世界一、何この授業、このプログラムを世界一、何なものだったらいいなっていうですね、まあ、そういうのにしたくて、まあ、僕だったらこれを入れると、これはありますか。今から入れてもいいんですけど、いや、それぞれ自分だったらこういうのであってほしいっていうのをちょっと考えてみます。いいですか。じゃあちょっといきますよ。じゃあ皆さん全員立ってください。何か一言でどれか何でもいいです。言ったら座ってください。何でもいいです。思いついた人から言ってください。最後の方になると辛くなります。最初に言った方が早い、楽ですよ。暑い。はい、何ですか。暑い、いいですね。暑いのにしましょう。はい、はい、楽しいのにしましょうね。はい、役立つのがいいですか。便利な。何ですか。便利な。ためにするためになる。あ、こっちに。はい、ありがとう。便利です。なるほど。お、身近な。楽。キャプテンのあれはもう取れるからね。はい。何でもいいですよ。気楽な。はい、気楽な。はい。面白い。楽しさ。はい。わかりやすい。わかりやすい。なるほど。どうしたらわかりやすいかちょっとよく考えてください。適当。適当なの。なるほど、はい、奇抜ですか。はい、身近な、はい、素敵ですか。はい、楽しい。簡単。はい、難しい。こんなにポップなのに、あえて難しいね。はい、いいですよ。はい、勉強になります。なるほど。何を勉強してるんですか。はい、天才的な短くできる伸び伸び
るんですよ。ゆるい。ゆるい。ゆるいでますね。はい。いつも。すっきりする。もやもやするようにしてる。それはすっきりしたいよ。はい。かわいい。かわいい。はい。かわいい。はい。
回としてはって話をしてるんですね。でそれはこの天気図がその展開を教えてくれるわけです。でこのあのハイライトシーンをパラパラっとめくっていると次こう吹くんじゃない言ってるのは天気予報だからあの結果だけ聞いても超つまんない話です。例えば、まあ、今日あのワールドカップが見れていますけど、ね、あの見てる人は試合の展開が面白いわけです。どういうパス回しからこの人がこう打ってあーってなるのが楽しいわけです。でも結果の実は0対0でした、勝ち点1でした、いや PK でどうでした、結果だけ言ってもどうでもいいって話になっちゃうわけです。そこにあんま価値ないわけです。結果的にどう、だからサッカー好きじゃない人たちとかそこしか見てないからあんまり面白くない。ゲーム見てすっげえ楽しいと思ってあの早起きして見てるとか人っていうのは展開が楽しいわけです。ストーリーを追っかける、この電気図っていうのはその展開をかけるためで、じゃあ展開っていうのは必ずストーリーには登場人物がいて、登場人物がね、エースがいてサブがいてポジションがあるんです。でそいつがどう動くかって話、性格があって生い立ちがあるんです。で生い立ちに従ってそのそいつの能力が決まってくるわけですけど、まあ、その話を鉄板のストーリーちょっと見とこう、フォーメーションを見とくと簡単に見える。じゃあ、まあ、そうすると天気予報の聞き方も全然違うよっていうような話です。で、まあ、だからゴールとしてはですね、天気図これ今書き換えて未完成なんですけど、この1時間後ぐらいにみんなでこう完成させちゃいたいわけです。こうやって、ああなるほど、こういう展開なんだというところを目指してる。そのために、まず最初にですね、このテキストの3ページにあるんですね、まあ、基本中の基本なんですけど、まあ、この辺から大掛かり見て、ね、フォワードとディフェンダーみたいな分け方でもいいんですけど、何でもいいんですけど、まあ、大掛かりの分けて2つある。2つあります。登場人物として。で、これをですね、僕が説明してもいいんですけど、いいんですけど、これね、3ページの一番下にですね、何人かに説明してもらおうと書いてあるわけです。知ってますか？で、これ、前半に当たった人のがなくです。後半どんどん物語が複雑に展開していくみたいな。前半に当たった人のが楽です。でまあ、このテキストにいくつかその赤字の部分があって、ほうほう、ここが、まあ、どこでもいいです、どこか前出て他のみんなに教える、俺がじゃない、自分が先生になって他の30人に教えるってことやりたい、いいっすか、そういうつもりでよくですね。まずですね、最初の問題はですね、低気圧と高気圧っていう、これをですね、これを最初の5人で、この1列目で、いいですか、この1列目でどう伝えるかをみんなで学んじゃう。こう言えばいいんじゃないですか、こういう話なんじゃないですか、でここが押さえられてればみんなその次に進めるんじゃないですか。だからみんな分かりますよね、どれぐらいのことを分かっているか、大体分かるじゃないですか。大体のこと考えるんですね。こういう言葉でこういうことを伝えておけば、まずはこの1ページについてはいいんじゃないか。だからこれを分かってくださいね。ということを教えておきます。です。まずこの5人です。で、次、2列目に行きましょうか。2列目なんですね。2列目はどうしようか。4ページはですね。はい、4ページはですね、温帯低気圧っていうのがありますよ。で、1列目は、まあ、気圧が低いか高いかだけの話なんですけど、地球において、まあ、熱帯から温帯から寒帯からいろいろあるじゃないですか。で、
生まれた場所によって人種違いますけど、でも僕らもね。これ低気圧どうなんですか。で温帯で生まれるとどうなるって話だったね。温帯で生まれてどういうことか。こういうことだ。ここが2列目です。これ結構難しいです。まあ書いてありますけど、書いてありますけど、多分その他の人に伝えることは結構難しいですよね。でここで話し合ってます。この6人です。はい。じゃあ次行きましょうか。まあ大体予想できますね。はい。じゃあ3列目。3列目はですね。まあ温帯低気圧っていうのは言うんですけど、この子はですね、典型的な、なんですかね、この子なりの人生設計があるんですよ。生まれたての時はこうで、でしばらくするとこうなって、で、年を置いていくとこうなっちゃうというパターンなんですけど、まあ、その前半ですね、生まれてからちょっとやんちゃになるまで、この前半の育ちぶりのストーリー、これを伝えてください。これどう伝えてもいいんですけど、セリフにしてもいいですし、物語上にしてもいいですし、塾の講義としてやってもいいし、まあ、スタイル何でもいいです。この6人で決めてください。6人がまず最低納得してください。お互いこの説明でいこう、こういう感じで。なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。はい、6ページがですね、後半ですね。わかりますか。この6ページの後半、これ温帯低気圧がいつまでも元気にいられなくなるのは何でなのかって話です。ちょっと難しいですよ。で、合ってる合ってないは細かいことは気にしませんから。でもその肝は何なのか。温帯低気圧っていうのもただ名前があるんじゃなくて寿命があるんです。いつまでもただ天気が悪いで、最初からずっと天気が悪いだけの話でもないし、こういう変化を遂げるんです。だから、まあ、前の話を踏まえた上でちょっとアレンジかけた方がいいかもしれないですかね。はい、じゃあここです。いいですか。さあ、次ですね。ここが描写かな。7ページはあまり話題にならないので、ですね、8ページの今日まさにですね、やつが来てるじゃないですか。はい、回復なんですけど、で今日のレポートの記録には直接ないんです。こいつは出てこないんです。出てこないんですけど、今日の電気本には出てきてますから。めっちゃ重要じゃないですか。で、まあ、どこで何をどう調べてもいいので、台風がこの先どう動くかを説明してるいろんなのがあります。なんかニュースで見たりとか、それについて、あ、こういう意味だったの、これは伝えた方がいいと思うこと、何か一つ決めて、あるいはだからこれは子供たちに絶対教えておいた方がいいな、そういうの子供知ってたけど多分子供たちは知らないだろうからとか、そういうのそういうの設定は何か一つこう説明します、こうすればいいんじゃないですか、ということです。はい、じゃあ最後ですね、もうネタはなくなってしまう、はい、この5人をこの授業が終わった時に、授業のレポートは具体的に誰に何のために、なぜ自分が伝えるためにレポート報告じゃない報告するのか、まあ、こういう風にしようと、一人一人これ全員です、これ全員で、まあ決まるじゃないですか。まあ、どれが決まる、何人が決まるとか、まあ、5人のお互いのを見て、自分のと相手のを見て、
違ったり同じであったりしてるんですけど、やっぱり先生になりたい者同士だからこういう共通点があるんです。あ、意外と A 面と B 面ではこういう差があるんです。まあ、何でもいいです。何か今日ここまでつける。で、これ勝手に言うだけなんです。簡単じゃなかったんです。それみんなにとってすげえ大事。みんながやっぱりこれからなんだよ。みんなのすげえさ、こんなの。はい、じゃあそれでいきましょう。じゃあ、集まって話し合ってください。今からですね、とりあえず5分取りましょう。どう伝えるかをここで意見共有して、30分取らない。すごい考えてたんだけど、ボタンを回すで、次は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 、
ャルに結構怖いですよ。そうだ、とりあえずテキストありますけど、調べたかったらググっていいですか、もちろん。これもっと言うにはこういう言葉を使った方がいいんじゃないかな。テキストには載ってないけど、ウィキペディアにこう書いてあるっていうのを使ってみる。イベントで作ってるビジネスあんまり売れなくて、どんなトレーニングかお悩みで。あんまりね、一人でこうなると、アイデアついてこないんですよ。居酒屋でこうやってやってるとき、居酒屋行っちゃいけないんですよ。なんかちょっと食べに行って、こうおしゃべりしてるときって、おしゃべり止まらないんですよ。考えてないですよ。それ違ってるんですよ。あんまり、あれが一緒に。しょうもないことを隠し合ってない。どれが一つだったらいいじゃん。あんまり大丈夫だよ。だから日本違うじゃん。こっちだよ。そう、なんかサモスのチラダーの話じゃないけど、違うんだよ。こういう話なんだったら、まあ、中学以下で習ったような話なんだよ。それより先に身も蓋もないですよ。そんなのわざわざなんでこんなことやってんのって話なんですけど、でもあえてわざわざじゃあこれやって大学だったんですよ。いや全然3文字のやつ、あれ、ちょっと待って。
大丈夫です。そうならない。大丈夫です。コメントポイントだったら、最後のポイントだったら、
なので、天気が良くなります。なるほど、はい。じゃあ、低気圧が起きる仕組みについて説明します。はい。一応この一番後ろの人まで分かるよね。はい、はい、はい、じゃあ地球の、はい、地球の上の体の動きは基本的に地表面の温度、気温、はい、で海水面の温度、はい、の変化っていうか違いによって、うん、対流が起きることによって風が起きます。あ、なるほど。要は鍋の中で水を煮立てるのと同じように、うん、なるほど、地球の空気が動いてるんです。なるほど。で、鍋の光によって、はい、で温められた、うん、海面上の水は温度が上がるんで、うん、はい、で風、そこの空気はまず密度が下がって、うん、つまり低気圧になるってことです。それが上に上空に上がります。なるほど。上空に上がったことによって雲が、あ、上空に上がって水蒸気を含んでいるんで、うん、それが冷やされて雲ができます。これが低気圧の中で天気が悪いっていうことです、うん、で空気が上昇してしまうんで、ここら辺の密度はさらに空気は下がって、空気の密度が下がっていくんで、そこの地表面が風が吹くっていうことで、内側に向かって低気圧の中心に向かって風が吹くっていうことによって空気が汚染されます。で、その汚染される空気が中心的に集まっているところが高気圧だね、場所になるっていう形です。なるほど。で、上空では上空では基本的に闇に動くと考えられますね。なるほど。あ、じゃあ低気圧の説明を。なるほど。質問ありますか？ここはどうなんでしょうか？あ、いや、あの、こっちが聞いてる方です。質問ありますか？はい。なんか、大丈夫する範囲で、はい、うちの範囲の答えをくれると思います。はい、まあ、この5人はこういう解釈で、みんな一致したんです。はい、はい、はい、ということなんです。補足として、はい、はい、そうですと、気圧には、低気圧と高気圧には、数値っていうか 何パスカル以上は高気圧で、うん、何パスカル以下は低気圧という定義はありません。なるほど、はい、数字じゃねえの、相対的な関係なんです。はい、はい、どうぞ。じゃあ、どうやって高気圧、低気圧ができるんでしょうか？そうそう、どうやって決めるんですか？周りと比べて。すいません、わかりました。なるほど。相対的なものだって。はい、はい、他にやります。一瞬わかるんでしょうか？はい、はい、どうぞ。なるほど。なんか前提からまず上空に高気圧があるってところから話してましたけど、ああ、うん、うん、なるほど、はい、はい、上に高気圧があるってどういうことなんだみたいな、前提が飲み込めなのか。低気圧のところが見ると必然的にそう、これ
するってことでさっき桑原さんが言ってくれた通り、うん、その何パスカル以下がどうとかいうのじゃなくて相対的に値です。つまり低いところができたから高気圧でこう高いところができるんです、うん、で高いところから低いところへ空気が流れる、うん、なるほど。大丈夫ですか。質問は高気圧そのものが反対できるのかみたいなイメージで聞いてるようだけど、そうですね。そもそも高気圧っていうのが高いところがあって低いところがあるんですよ、うん、まあ、先に低いところができたから高いところが相対的にできたってことです。なるほど、はい、相対的なものだからどっちか片付くのがあるに本でできるんじゃなくて最初から高いところが低いところがあるよねってところから何ですか。で、あるとしたら、じゃあどういう力が働きますかっていうストーリーになります。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、一応一応ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。水が乗っかってるかっていう話じゃないですか。ここで
どれぐらい押してくるかって分かったら軽かった。今日もあったから。で、水だったらどうなるんですか。次の瞬間、ここはどうなるとしますか。どうなります。赤のつじゃないですか。こっちは赤ですね。でどこに赤のつするかって、この真ん中あたりに目指そうとするわけです。この格差を是正しようとするわけです。で、まぁ、ちょっと、またすっかり過ぎるでしょうけど。まぁ、ここジャンプでずっとしてるわけです。その、ね、僕らの空の上で勝手にチャプチャプしてるのの影響を僕ら勝手に、なんていうか無理やり受けさせられるんですね。自分の上がこっちが来てないから雲ができやすくなっちゃうし、自分の上がたまたまこいつが通り過ぎたダメじゃないですか。だからかちょっと周期的に天気変わるんです。分かんないです。だいたい1週間ぐらいだから。でまあ、季節も大体こういうパターンで繰り返していきます。大体こういうパターンなんです。こういう周期でいきます。でまあさっき言ったように、ね、こっちにたくさんあるんだから、そっちで何とかしてくれってこっちは思ってるんですね。でこっちは足りねえって言う、しかも上に通してたら足りない、ここでスカスカになったらこっちからくれって言うわけです。でまあお互いこうなりますね、こうなりますね。だから結果同じこと言いますけど、こういうところがお互いできちまったら、まあ、こう回ろうとするのが自然だよね。でじゃあ雲で実際できちゃうっていうのはこっちなんだけど、これもうちょっと一歩考えましょう。なんでこう上に上がると雲できるって話、まあここはね天気悪くなるんです。そこはもう決めて言ってましたけど、それ決めて言ってもいいんですけど、まあ、みんな知ってますよね。低気圧したら天気悪いんだ。なんですか、そもそも。なんで雲ができないんですか。これ登るっていうのは分かりましたけど、水蒸気の話ですね。水蒸気の話しないとなんかしっくりこないですね。すっきりした人はですね、どこの水蒸気をどうしたら雲なのという話です。わかりますか。どこの水蒸気ですか。海、そうですね、まあ、だから一番下にある水蒸気ですね。海のすぐ上から蒸発してきて、大気で行ったら一番ここにある方水蒸気を持ち上げないと雲がない。だから上に行く流れがあるところで雲ができんの。なるほど。じゃ持ち上げるとなんで雲ができんの。なんで。ここにあった水蒸気を持ち上げました。なぜ雲ができてしまいました。なんで。気圧ができるから。そうすると水蒸気がどうなるんですか。液体になってしまうんですね。液体になるためにどうしたらいいの。温度が低い方ですね。ここと宇宙の頂上でどっちが温度が低いかはまあ分かりますね。山の上に行ったら温度低いんですよ。このぐらい低いか高さに見ますけど、上に行けば温度が低いんですよ。ここでたっぷり水蒸気含んでても一見無理やり持ち上げたら温度が低いけど無理やり持っていかれたら凝結しちゃうんですね。水滴になっちゃう。それから、まあ、例えば目の前で起こってるのこれですね。分かります。ここに水蒸気があるわけですね。でここで無理やり冷やしてるんですね。中に水がある。だから水滴になっちゃう。そこにある水蒸気が溶けたはずの水蒸気が持ち上げるんじゃなくて無理やり冷やすことによってこれ釣りになるんですよ。これ雲粒になってるんですよ。これをじゃあどうやるかって言ったら、こういう動きで作り出しましょうって言ってんの。低気圧でやってるから、天気悪くなるじゃないですか。だってこの辺の何ですか、何百キロ
ぐらいの範囲全部それをやってます。こんな5センチとかじゃなくて全部がこう上行こうとするんです。そこにそこら中にある数字全てを持ち上げて全て雲にしちゃうっつってるわけですからね。元気はね、元気はそうですね。なるほど。じゃあですね、まああの低気圧と高気圧からね、まあ覚えたら一瞬の話です。ストーリー見つけ出すと結構これぐらいかかるって感じね。でまあポイントはどこでもいいんですよ。今言った中で3つ4つありましたけど、どこを選ぶかでストーリーの印象全然変わるんです。まあ僕のポイントとあの一般が話したポイントってちょっと違ったんですけど、どっちも大事なんです。どこを選ぶかでストーリー変わってくるんです。じゃあ次行きましょうか。次は2列目、2列目こちらですね。さあどうぞ前へどうぞ。みんなもちょっと協力してくださいね。ここどうなのかなっていうことはちょっとよく考えてみてください。こういう説明難しいだろうなと、あいつらは何て言うんだろうなという話です。さあどうぞ。まあそもそも全然分かった。低いところと高いところがあった。でまあ、単純に低いところがあったとして、それにも種類があるんだという話ですね。さあどうぞ。どこから始めるんですか、話を。まず地球の、はい、地球があります。で上には冷たい空気があって、真ん中には暖かい空気があって、この間にあるのが温帯です。温帯、間にあるのが温帯で、でここ温帯では冷たい空気と暖かい空気が
まずそれでさっきの立体で低気圧ができて温帯低気圧。なるほど。この上昇気流ってやつができるってことはさっきの話となんかつながりそうだって。はい。だから前線だけのだから温帯低気圧は絶対前線持ってる。うん、だから逆前線があるから温帯低気圧ができるっていう。うん、うん、なるほど。です。なるほどなるほど。そういうストーリーなんじゃないか。はい。まあ、以上です。はい。はい、ありがとう。なんか聞いておくことあります？次の班とか、次の班とか、何でもいいですけど。いいですか？今ので、納得のレポートが書けそうですか？ならいいですよ。なんか聞いておくことありますか？これはどうなのかな？次の班としては。大丈夫ですか？これを受ければいけるんですか？前線は何ですか？前線なんですか？前線はどうなるのかなって思ってるんですか？なるほど、なるほど。前線って嫌いでいいじゃない？すごい安いな。前線どういうことなんですか？今高い精神って言うことで、そうじゃなくて違うのかな。はい、じゃあちょっといい質問が出たので、もう一回みんなも聞いてもらっていいですか？いい質問ですね。いいよ。意味がわからないけど、今だから何も考えず全然っていう。いや、まあ、もちろん全然。難しいから全然なの。まあ、全然じゃ何なんだっていうのは根本的な問題だろうっていう。そもそもそこをちょっと。はい、はい、ちょっとみんな見てください。今考えてるのは結構大事なのすげえ大事なのそもそものそもそも気圧って何なのってのは大変大事なのそれと同じぐらいだよ。そもそも前線って何なんでしょうか。いや、前線ができてるこの上に気圧ができるんだってストーリーは多分してると思う。ね、その楽器はまあ簡単な感じじゃない、シンプルじゃない思うんですけど、そもそもじゃあ前線って何なんだ。なんとなく冷たいか暖かいって言いましたけど、でその境目だと言いましたけど、その境目がなんでできなきゃいけないの、混ざっちゃいけないの、素直に混ざりでいい話やって。そしたら格差が是正されて、みんなマイルドな感じでやるじゃないですか。カフェオレみたいな感じでマーフルしちゃえばいいじゃないですか。そうじゃなくて境目ができる、それを前線で言ってるの。なんだどういうことなんですか。なんで混ざらないんですかって話です。なんだこういうことじゃないかって思いついた人言ってください。合ってる合ってないじゃないですか。はい、どうぞ。地球は傾いてるんですか。おお、傾きが大きいですか。で、はい、あの太陽が、夏の方が熱してる時間が長いのは、はい、暖かい空気が増えて、その中に冷えてくる空気が少ないから、暖かい空気の勢力も強くなって、なのかなって思いました。境界ができる。逆だったら冷えた空気がもっと強くなるから、だから冬とかはなんか寒冷とか、じゃあ太陽関連とか、なんか寒い前線ができるのかなと思いました。なるほど。それはそうなんだけど、はい、いや、それそうなの。でも今聞いてるのはちょっともう一回考えるんですけど、価格大事だし、すげえ前線に対して大事なポイントなんですけど、そもそも境界がなんでできないといけないのか、だかどっちが多くなるか少なくなるかはおっしゃる通りですけど、なるほど、冷たいものがあります、暖かいものがあります。
でもそうならないんですよ。混ざらないんですよ。なんでか。で、話ですね。はい、はい。なんだろう。気圧。どっちがどういう気圧なんですか。暖かいと、はい、はい、調子するんで。はい。まあ、密度が小さい。おう、おう。で、はい、気圧が低くなって、はい、気圧で、で、なるほど。使っても、うん、なんか密度が違う。なるほど、今すげえ大事に混ざるのは難しいし、自転してるし、まあ、まあ、なんか今いろいろ言いましたけど、今一番大事なのは何ですか。密度じゃないですかね。ね、わかります。密度が違うんですよ。違うものはいきなり簡単に曲がれないです。だから境界ができちゃう。混ぜようとしたらかなり無理やり何とかしないと。グリグリと。だから最初はとりあえず境界できませんね。それを前線と呼びましょうっていう話から、その次の話と今言ってくれたような話があるんだよって話ですね。っていうことなんですよ。で、これってあのやってて分かったと思いますけど、自分なら、まあ、正しい説明したいですけど、すっきりした説明したいんだけど、やり取りしないと出てこない問題じゃないですか。密度とかに関してコミュニケーションしないと出てこないんですよ。これがで、これ推論して表現してコミュニケーションしてやるから記憶に残るんですね。これ多分俺が単純とね、テキストを読み上げて、前線というのはこういうものである。密度が違うから、境目ができるのである。したら、多分3時間後には忘れてるんですね。レポート出したらもういいやってなる。でもこれ、すげえ苦しかったじゃないですか。何、なんでみんな分かってくんねえんだってなる。で、なるから、ね、苦労するから分かる。こう、体感として残る。これ、記憶じゃないんですか。体ボケです。自転車乗れるような、乗れるようになる感じの種です。これもう忘れないですね。はい、ありがとうございました。素晴らしい。だからね、前に並んだ人はある意味シンプルな問題をやってるんでラッキーかもしれないんですけど、まあ後ろになるほど大変じゃないですか。まあ やっててね、大変だと思いますけど、これ大変な問題を考えた方がラッキーある意味。だって、これを全て踏まえて俺がまとめるってなると一番分かってると思うんですよ。分かりますよ。一番ここが頭強いと思う。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。次、あれ次どこだ、どっちか。はい、次どうぞ、3列目。なんか変わってきました。最初戻ってたのと今のとどうですか。よし、最初のイメージを貫いたから、えっ、いや、これはこれ大事なんです。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。どうぞ。はい、あの他の方もちょっとまずはね、話しやすいように聞いてあげてください。話しやすいように。Thank you.
ちなみに
聞いたことある すげえ、じゃあ南半球ビビったのそらしてない、そうだな、雪だぞ、大した力ないぞ大丈夫よ大丈夫信じるでもビビったのはい、他には他のメンバーは大丈夫ですか今は別に何でそういった違う後ろあ、はい、はい、はい、あのちょっとこれすごい書き方の問題かもしれないんですけど、どうして前線は微妙に曲げるんですか。なるほど、もともとそっちで左に書いてる時はからこうどんどんずれていったらこうなるじゃないですか。で回った瞬間にこうなる理由が分かるんです。いい質問なんですね。変わらずなマジいい質問です。はい、じゃあね、そうです。えその真ん中はどうやって決めるのか。そう、それもあります。はいはい、真ん中はなんでそこになるんですか。あ、ここが鏡になるんですか。それはなんですか。お手際ですね。そこ大事なポイントです。じゃあ、まずじゃあ、まずなんでございますか。まあ一言で言うなオーバー中心な理由ですか。うん、それは何なの、何なの、その境目っていうのは中心低気圧の中心
おぎゃーって生まれました。こっから次、次どうなるでしょうかっていう。はい、こっから次、あのまあご料理の話出ましたけど、まあご料理の話はその話だけしてもいいんですけど、ちょっとこれは前提にしましょう。低気圧の周りはこうやって曲がってこうなってきますって、これまあ保留力力がつくから、あのただ気圧が低い方にこう入っていくんじゃなくて、一般のあの説明は単純に相対的に高い低いじゃないですか、まっすぐこう入って高気圧が入ってくるって話だったで、おっしゃるように地球が自転してるから見かけ上ご料理の力が必ず、まあ、それちょっと別の話ですもんね。でちょっと、まあ、ルールとしてこのご料理の力というのが働くとこう入る、こう入る、こうです、ここに入る。地球ぐるぐる回ってるからちょっと曲げられちゃうんですよ、見かけの部分ね。はい、そうするとこいつは今まっすぐこう行こうとしてたんですけど、この低気圧ができたらこういう力を与えちゃうんですね。このルールに従わなきゃいけない。2列目はまあ大雑把に言ったら熱帯と寒帯で、まあ、この格差があるから、とりあえず温帯でね、ちょっと仲介してやって、まあ、その格差を是正するための交渉してあげようじゃないですかという話だったんですけど、まあ、それまっすぐ行けばどっか境界できるねって話が2班なんですね。で境界できたんですけど、この低気圧っていうのができちゃうとこういうルールが働いちゃうわけです。別なルールわかりますか？はぁーってなるじゃないですか、わかります？そうしたら必然的にね、こっち側はこうなるじゃないですか、こっち側はこうなりませんって話なんです。これが前半のそれだから、こっからこういくっていうのを、まあ、覚えてもそれはそれでいいんですけど、ここにこういうプレイヤーが生まれたことによって状況変わってきたって話なんです。でどう変わるかって言ったら展開読めるんですね。ルールがこういう周りではこうなるってルールが決まってるんだ、そのルールに従えばどっちが有利かは、どっちが有利、例えば東側では何が有利ですか、どっちが有利ですか、わかります？東側低気圧がもしできてしまったらこういうルールなんです。はい、暖気が有利ですよね、暖気が押そうとしますよね、あのだからこの境界がこっちに上がろうとするわけですよ。だって暖気がこうどんどん入ってこようっていうルールなんです。で一方で逆なんですよ、寒気はこうせっかくまっすぐ押したかったのに、まっすぐスプランドに対したかったのに4対4だったのに、2人こっち回れてるんですね、これ不利じゃないですか、絶対負けますよね、しょうがない。で逆側は同じですね、こっちは完全に出口でどう見て、そしたらあ、実はこの感じですよね。でこれ覚えるって話じゃないですか、そうこれルールにのっとっていたらすでにこうなるって話じゃないですか、だから展開が出るんですね。これがあのちょっと難しいかなと思いますけど、そこは分かってほしいかと思う。だからメインプレーは定期なんです、あくまでこいつの力によって周りが支配されてます。で、こいつが結果的に見えてくるものなんですけど、これ別所としては見えやすい。覚えた方がいい。温暖前線だと、もしくは寒冷前線だと、知っといた方がいいんですけど、すべてはこいつが起こしておくから。だから、こいつの一生を知っておくって話をやってもらったわけです。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、次行きましょう。さあ、いよいよね、結構難しくなってきますけど、難しかった？大丈夫？まあでも
はい。今から、はい、さっきのちょっとモヤモヤっとしたところを解決したいと思います。おお、いいですね。ちょっと戻ったところからやってみます。いいですね。で、はい、まずあれですね、なんでそもそもこういう風な線になるのかっていうのを疑問に思いませんでした。思いました。思いました。だって低気圧ってあのこうなってるじゃん。うんうん、こうなってて、ここに下から暖かいのが来るでしょ。はい。で、上から冷たいのが来るじゃん。はい。で、なんでじゃあここに急にこういう線ができるのか。うん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 。なのでそれはまあさっき解決したから、あれ混ざりづらいから、うん、こういうふうな線ができて。でさっき言った通り、うんうん、この力が働くからこの角度がダメになるほど。なるほど。っていう話をさっきしてもらって、うんうん、でもまだ疑問が残って、じゃあそしたらさっき先生の言った通りの話をするんであれば、うん、こういうふうな点線であってそのままこういうふうな流れになるんじゃないかみたいな、なんかこういう武器やってる仕事。なるほど。でもなんか、ま、曲がり方がちょっと違うかな。もう一回の、あの、4人もアドバイスよろしくお願いします。これでいい？いや、こうなる可能性もあるんじゃない。普通は逆じゃないですか。あだけど、なぜこうなる。あ、これ、あえてですよ、この、なんか、このカードとか。はい、まあ、はい、はい、はい、そんな感じです。はい、いいです。そうだ、普通に。いや、なんで、ね、これマジですげえ大事だよ、ね、これなんで大事かって言うと、ちょっとストーリーと考えると、これ結構大事だよ。教える側がちょこっとしたミスをしてそれに気づいて直すのすげえ大事だよ。だって聞く側は自分の中でそれ体験できるじゃないですか。一回間違って、あ、でもこっちだよな、そういう、なんていうの、伝える相手によってはそれ間違いするかもしれないですよ。じゃあ最初からこうだって正しいものだけをバーンとやってしまうと相手がですね、勘違いしてるところをいきなりすっ飛ばしちゃうかもしれないです。でもあえて間違うっていうプロセスをやってみせて、いやでもいいんですよ、別にわざとじゃなくて意図的じゃなくて狙ってなくていい。実際にうっかり間違えてちゃんと君誰かが仲間が気づいてで、あ、こうだ、やっぱこうだね、こっちの方がしっくりくるねって直していくプロセスが大事なんですよ。あれ、ここ推論じゃないですか。そこに表現があるんですよ。そういうのがたくさんないと表現って出てこないので、すげえ大事なんです。あんまり間違えること気にしないで、はい、どうぞみんなが直してくれますよ。はい、はい、どうぞ。じゃあ次、次行きましょうか。はい、相手、相手を使います、相手。はい、で、まあ、その角度は、まあ、見てくれたとおりこうなるんですけど、はい、なんていうか、前線って天気予報を見てると大体なんかこういう形でしょうね。なるほど。そうこうじゃないっていう話ですね、こういう低気圧があって。なるほど。なんでこうなるかっていう話なんですけど、下から暖かいのが来てるからここは暖かいですよ。で、上は冷たい空気だからここは冷たい空気です。はい、ここだね、書いてもらう。この、うん、なんでこういう風な角度になってしまうかっていうと、ここを縦に輪切りすると分かるんですが、うん、前提として、まあ、暖かい空気っていうのはさっき言ってくれた通り、あの密度が低くて軽いんですよね。うんうん、暖かい空気は軽い、冷たい空気は重い。だから、さっきスクラムで例えてもらいましたけど、はいはいはい、スクラムどうなんですか？
はい。暖かいのを押してこうだ。こうなる。はい。で、で、こうなるっていうのは、うん。こうなる。はいはいはい。なるほど。で、うん。で、それこう押すスピードに問題があって、はい。まあいいですね。冷たい空気っていうのは超重量級なんですよ、ね。うん。もう、がっつりラインマンでスクラムくるとか。なるほど。で、こっちはなんか、クォーターバックとかそういう軽い人たちで、グレースクラムとか。はい。そうすると、絶対、軽い人が重いものを押すっていうのは、どうしても、その時間がかかるっていうか、なるほど。一生懸命押しても、どんだけその小読みで援護があっても、なかなか押しきれない。はい、だから、ここのスピードっていうのはすごく遅い。なるほど。遅いのに、うん、こう、あったかいとこと冷たいとこの境目っていうのは、あったかいとこの空気が水蒸気含んでるんですが、急激に冷やされて、うん、ここに行くのができる。なるほど。はい。で、この角度っていうのも、また、問題があって、冷たい空気っていうのは重いから、下に潜り込みながらすごいスピードで進めるんですよ。なるほど。そうすると、あったかい空気と冷たい空気の間に、ある程度角度が空いてるんで、うん、ちょっと薄めの雲が広がるみたいなことができて、うん、で逆に、あったかい雲と冷たい雲の境目が、この時はあったかい雲は下にうまく潜り込むことができないんで、うん、ここにがっつり雲ができるんですか、うん、で、その、ただでさえ厚い雲が、すごいゆっくりのスピードで進むから、ここの前線っていうのはすごく、なんていうか、うん、いっぱい雨が降って困るねっていう。うん、なるほど。で、こっちは逆に、進むスピードは速いし、その、雨の量もそんなに出ないから、うん、まあ、長いと続くけど、うん、まあ、そこまでしていないと間に合わないんですよ。なるほど。で、これが、だんだん、こっちの方が進むスピードが速いから、こっちが遅くて、だんだんそこの方が高く回ってきて、で、最終的にはなんか、うん、最終的にはこういうふうになんか合体しちゃう。なんか追いついてしまう。うん。で、はい。で、はい。で、合体した後なんですが、はい。合体した後どうなるかというと、うん、さあ、いよいよ最終章ですね。最終章。はい。最初のことは何かっていうと、うん、単純に考えて、うん、冷たい空気と冷たい空気が合体するじゃないですか。これは、うん、はい。だから、この下の冷たい空気が押してるこの暖かい空気、うん、アリーのこれがここにも、さっきまで押されてた冷たい空気が、なるほど、はい、結構に暖かい空気があるから、はい、形になって、でさっきまでていうか普通にここに雲があるわけじゃないですか。うん、で雲はその方なんでできるかっていうと、うん、その暖かい空気の分の水蒸気が急激に冷やされることで水になって下に落ちるっていうのが雲であり雨であって、うんうん、でも上に行くほどさっきも言った通り、その空気っていうのは冷たくなる。空気っていうかまあ上に行くほど冷やされる。うん、で、この暖かい空気もだんだん冷やされてきて落ち着いてくる。うん、で、本当はそこから蒸気圧が生じてきて、また雨を降らせるっていうことになってくるはずなんですが、しかも冷たい空気だから上昇気圧が発生して、で、結局これが、まあ、大体雨が降りきって、全部冷たい空気になって終わりですね。うん、なるほど。だから、うん、予想しました。これが最終章だ。結末だと。だと思いました。あなたは。はい。っていう。はい、ありがとう。他にあります？あ、なんか五人がなんか言いたいことがあれば。Thank you.
す顔して言いたいことがある。いや、もう聞こえるっていうと、はい、あの、日本人が、はい、なんか、電車を見たけど、電車の、なるほど。なるほど。それを例えば教える人にしてやるのが
あ、そういう友達作りゃいいんだなって話です。だからコミュニケーションと表現と推論が大事なんですけど、全部そこつながってるんです。これ覚えることは簡単です。意味ないんだよね。それよりもできるやつと組んだ方が勝ちなんです。分かりますか。でこの班で本当に、ね、あおかしいなって気づいた時にちゃんと言ってやるやつと組んだ班は強い。まあそれ今偶然ですよね。たまたまですよ。でまあお互いいろんなカラーありますよ、反応が。でもこの班はすごいいいと思う。まあちょいちょい間違ってたら引っ張って。でも一番ストーリーがしっかりしてる、流れてるね。だからみんな聞くの、ストーリーがしっかりしてるから。あの1班、2班の時ってちょっとざわつきがあってね、話しづらかったんですね。もうこれ流れができないんですね。1班、2班ってそこが辛いところだと思うんですけど、だんだん流れができていくとこうね、ストーリーも綺麗になってくるから、だからみんな引き込みやすいって。でちょっとぐらい間違ってたら教えてもらえばいい話ですよ。でまあこれ分かりましたね。これで大体一緒なんですね。これ鉄板のストーリー、これ上がっておけば電気図に出てくる、そういう人物がいるわけですけど、こいつもそういう生き方してますから、そういうふうに追いかけていいですね。では、ありがとうございます。じゃあ、どうもありがとうございました。最後です。最後じゃないけどね。あのまあ、最後ちょっとあの別口なんで。でも、テキストネタでいくと最後もね。さあ、じゃあどうぞ。特に最後の班は、一番最後のこの班は、まあ、レポートに関係ない話なんですけど、今まさに来てる話、今まさに来てる話をやってくれます。これを知らない人たちがいます。山田君、たくさんいます。でこれは絶対すると思う、伝えた方がいい。レポートは別に、それもちょっと ネタとしては使える。このレポートはあくまでこういうふうに、こういうふうな人に伝えたい、今もうあると思うんですけど、ちなみに言うと今日もこれに関しては別かもしれない、伝えるべきアイデア。で、それは今聞いて考えて、リアルタイム。赤道の下、ちょい下ぐらいなんですよ。それ結構みんな知ってる方多いと思うんです。
なぜかっていうと、なんかちょっとよくわかんないんですけど、赤道の上にめっちゃ強い高気圧があって、でその強い高気圧のせいで、その多少この辺が温められて上昇気流が起きても、そのめちゃめちゃ強い高気圧があるから、あまり上に上がっていかない、上昇気流があまりないんですって、その赤道の上っていうのは。で、その赤道の、その赤道のちょっと下っていうのは、そのめっちゃ強いのがあるから、うん、さっきの高気圧、低気圧の話じゃないけど、うん、そこの近くっていうのはもちろん低気圧っていうか、気体のなんか感じが不安定になるんですよ。うん、そうすると、その周りから、なんか、風がめっちゃ入り込むみたいなのは、なんかちょっとイメージ的にはつくと思うんですけど、うん、その辺は貿易風っていうのが、貿易風っていう風がすごい吹いてて、それもあって、なんか結構激しい感じの、めちゃめちゃ不安定なのができて、大きい雲ができるっていうのが、その台風と普通の雲の違いっていうのがあって、でそんな感じで、そういうなんかもうすごい、めっちゃ強い雲みたいなのができて、でそれが台風の元みたいな。でなんか、まあ、普通の雲でもあると思うんですけど、そのすっごい大きい雲ができるときに、その凝結っていうか、水蒸気から液体になるときに凝結熱っていうのが発生するんですよ。でその熱っていうのは熱だから高くて、その熱もあって周りの空気が溜まって、さらにそこが低気圧になって、どん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 大きくなるっていう、その連鎖サイクルになってて、だからその大赤道付近の雲は台風になりやすいっていうのと、その時に、まあ、さっきの監督が話したバリオリの力っていうのが働いて、左回りにその雲が一定に回り込んで、それがここを集まって戦闘なんてみたいなっていうのが台風の出来方です。なるほど。台風の出来方っていうところが一番大事なところだというのが、このハンドの見つけたポイントだという話ですか。それ誰に分かってほしいなと思いました。このクラスでもいいんですけど、特にレポートするとしたら北海道。うん、北海道。ああ、それは何ですか。北海道ってなんか、はい、知らないみたいな。ああ、なるほど。知らないことを知って、へーってなってほしいな。そう、すごいな。で、なんで知った方がいいんですか。知らないことはあった。沖縄の人とかすごいそれで苦しいんですね。なるほど。人の苦しみが分かるんですね。あ、いいですか。他にありますか。完璧です。はい、じゃあ質問ダービーに行きましょうか。いいですか。何でです。何か質問あります。はい、どうぞ。あ、みんなに聞こえるように質問してるんです。はい、はい。台風の中心は、あ、言ってたじゃないですか。はい、あ、ググりましたか。台風の中心がなんで外れちゃうのか、あの目がなんでできるのかって質問は。はいはい、いいですね。質問に質問に返すのいいですよ。来る頃には
遠心力が働いて雲がどんどん外側に広がっていって中心には風が吹き込めない遠心力で外にどんどん押し出されているので逆に中心には外から入ってこれないようになっていてでそれで中心に上昇気流ができていてでその円形に雲が入り込めない壁みたいなのができて中心には何もない本当に薄い雲しかなくなるそういう状態になってそれが大変でっていう低気圧もただの低気圧もうるさいけど台風が強すぎるので結果的にそういうことになる。なんとなくの渦だったらもやっと全部雲かもしれないけど強すぎるかゆえにそういうことになるという話です、はい、なるほど。おおって思いましたそんな話じゃもっとあると思います。でもあのそれコメントにも書いてくれてるなんかそれコメントに書いてくれてくれました。台風のことコメントに書いてあります。お、なんで台風とハリケーンとトルネードを人工的に作って飛ばすことができます。飛ばすあるところを狙って
風の強さとか、地球の回り方によって。
今回の台風はこっちに風の、まあ、力とかによってこっちに乗って、まあ、たまに出てくる時もあるっていう話ですね。なるほど。それは分からなかったですもん。はい。はい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 。Yes.
ぜなら関心としてね、明日の自分のことだ。だからですね。だけど、まあ、とにかくすげえ大事なことなんです。でこれ誰に言うかっていうのは別の話かもしれないです。レポート。ちょっとそれも考えて、みどりちゃん。じゃあありがとうございました。はい、じゃあ最後の前にちょっとね、時間がかかりますよ。はい、何か言います。夏場は、季節風や南の方法が効くらしいんで、だから多分上の方が効くと思います。お、なるほど。じゃあそれで、ね、もうちょっと調べてみたらいいですね。はい、それでもヒント。はい、どうぞ、ありがとうございます。はい、じゃあ最後行きましょう。
じゃあ教えるって何なのかって言ったら、それを相手に促すってことだよ。それすげえ大事なことなの。はい、じゃあありがとう。次。自分が将来働くであろう地域の人たちに向けて旅行とかに考えたと思いました。どこの地域ですか？僕は出身東京なんです。はい、いや、ないですよ。うん、東京も東久留米。東久留米。はい、そう、場所一緒なんだとか共感するじゃないですか。はい、わかりました。マジ？マジ？あ、これめちゃくちゃ大事なんですよ。東京が一緒に、それだけで共感できる。共感してない相手の話よりは共感してない相手の話よりは、これめっちゃ大事です。はい、その人に。例えば、ヤンキースとか注目するところやられるとか、気になったら見るんです。スルーしてもいい。
だからスルーしてもスルー気になって見るのも自分の意思です。宿題でも何でもないです。はい。で見るときに自分はどこの疑問にどう表現してるのかっていうことをこれを見たいんだと思って見るわけです。なんとなく10分間だらーっと見るんじゃないです。ここを見たいんだ。で自分の中に疑問がなかったらあんまり見る意味ない。わかります。でみんなにコメント書いてもらってる意味ってそういうことなんですけど、自分が思ってることしか興味ないんですよ。俺がいくら大事だと言ったって。わかります。自分がこれなんだろうなって思わなかったら渦の真ん中でどうなんだろう、なんでなんだろう、思わない人ってことはこういう意味です。思ってる人に大事なんだったら、まあ一回や二回で分からなくてしつこく調べればいいんです。いつか分かります。まあ例えばその10分の番組で分かるかどうか見てみたりですけど、そういう意図で情報を取ってください。意図を持って情報を取ってください。他の何どの授業でもそうなんですけど、僕の授業に限らず他の授業でどういうことをしてくれるか分かりませんけど、自分は何が知りたくてここに来てるっていうのははっきりすると入ってくるのも全く変わるんです。で、じゃあまずそれを踏まえてこれからレポートを書いてほしいんですよ。あのレポートを書くときもじゃあ相手に何を問いかけた上で、相手にこういう問題を持った問題提起を持ってほしいってところから入らないと多分相手が聞いてくれないですね。でそんなことちょっと休み時間の間にあの休みながらちょっと考えてほしいなと思います。じゃあもう3時半まで休憩にしましょう。一旦ね、はい。